みなさん、こんばんは。今夜は遊園地デートのシチュエーションをお聞きください。先輩、おはようございます。今日は誘ってくれてありがとうございます。全然待ってなんかないですよ。私が早く着きすぎちゃっただけなんでそれじゃあ行きますか。すごい、見てください、これ、このウサギのカチューシャ、一緒につけません？恥ずかしがらないでくださいよ。ほら、つけてつけて。かわいい、めっちゃ似合ってますよ。先輩、いきなりジェットコースターですか？こう見えて私、ビビリなんですよ。俺がついてるから大丈夫？先輩、足震えてますよ。次はお化け屋敷ですか。先輩、私をビビらせようとしてます？残念ながらお化けは信じないタイプなんで。で、ちょっと先行かないで、置いてかないでくださいよ。私、これ乗るの初めてなんですよ。このハンドルで回るんですね。一緒に回しましょう。せーの。すごーい、めっちゃ回る。早い早い。これ、迫力すごいですね。隕石が目の前まで飛んでくるみたいで、どうなってるんですかね。足元に何か通りましたよ。びっくりした。今、可愛い声出たねって。もう、からかわないでください。先輩、チュロス一緒に食べましょうよ。ここのは出来たてで美味しいって話題らしいですよ。私、チョコ頼むんで、先輩はシナモンにして半分こしましょう。おいしい。どうですか、おいしい？じゃあ取り替えっこ。見てください、あそこでパレードやってますよ。花火も上がって綺麗。あ、見て、かわいい。こっちに手振ってますよ。先輩、私じゃなくてあっち、パレード見てくださいよ。楽しい時間はあっという間ですね。上から見た街の明かり、キラキラしてて綺麗です。はい、私もまた先輩と一緒に来たいです。またこの景色を一緒に見ましょう。まさか電車で帰る方向が一緒だったなんて。今日はありがとうございました。すごく楽しかったです。って、寝てるし。遊び疲れたのかな。次は手を握ってデートしてくださいね、先輩。あなたのお気に入りはどれですか？それでは、今週もお疲れ様でした。おやすみなさい。皆さんこんにちは。3月の MC を担当させていただきました荻野葉月です。まずは1ヶ月間見てくださり本当にありがとうございました。
私自身がこうして前に出ていくような仕事ってなかなかなくて、本当に全ての曜日の週間楽しく、いろんなことにもチャレンジさせてもらったんですけど、ちょっとね勉強に関してはお恥ずかしながらという点で、九のね計算とね英語力に関してはちょっともうねこれついに世に出ちゃったかという感じなんですけどまあそんなところも含めてが私のことを今まで知らなかった方も既に知ってくださってた方にもより深く知ってもらえる機会になったんじゃないかなと思います。またどこかで会える日を楽しみにしてます。ありがとうございました。